セントラルエイジアン、シェパードドッグとは、タジキスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、トルクメニスタンの中央アジア地域を原産とする、家畜五神犬種である。アラバイという名前でも呼ばれている。とても古い古代犬種で、約6000年前にはすでにいたほど昔から、ある犬種である。チベット原産のチベタンマスティフを先祖とすると、言われており、世界最古のマスティフ種の一つである。 もっぱら羊やヤギなどの家畜を狼や泥棒から守るガードドッグとして使われていて力の強さと警戒心の硬さはトップクラスであると言われていた。そのためこの犬種の訓練やしつけができる人は一人前として認められ男の中の男とまで言われて称えられた。このように飼育やしつけが難しい喫水の作業犬であるため小ドッグとしてはあまり使われていなかった。 しかし、20世紀になると本種は、辺境の作業権として注目され、少数が、小ドッグとして輸出されて繁殖が行われ、世界各地に広まって、小ドッグやペットとしても使われるようになった。近年は、小ドッグとして、イタリアやロシアで人気があるが、やはり飼育が難しいため爆発的な人気を得るまでには至っていないが、熱心な愛好家がいる。日本では、 数年に一度、国内登録が行われる珍しい犬種である。2008年度の国内登録等数順位は134位中129位であった。マスティフタイプの犬種ではあるが、原始的な姿をしている。筋骨隆々の骨太な体つきで、非常に力が強い。コートは、スムースコートのものとやや長めのショートコートの2タイプがあり、毛色は黒、茶などのほか ブリンドルや白地に、ブチがあり、足先やマズル、フレーズが白いものが好まれる。タレ耳、ふさふさしたタレオであるが、原産地では怪我防止のため耳は短めに、断耳して立たせ、重かなり短く断をすることがある。体高六十から七十八センチメートル、体重四十から七十九キログラムの大型犬で、性格は攻撃的で、防衛本能、独立心が強いため、 一般家庭での飼育は非常に難しい。しっかりしたしつけと訓練は欠かせず、それを怠れば事故も発生しかねないため注意が必要である。ありがとうございます。